はい、それでは、これから、大学院の授業ということで始めたいと思います。今日は第1回目ということになります。今日の話は、題名はここにありますように、先端の研究の内容につきまして、で、計算量の理論、計算の複雑さの理論と呼ばれるものですけれども、こちらの方で、山上がやった、内容について、説明を、中心にしながら、計算量理論、計算の複雑さの理論というものを紹介していこうということになります。でまず最初ですけれども、最初の方、まずイントロダクションから始めまして、目標とかスケジュールということで、最初にまず説明をさせていただきます。でまず自己紹介ですよね。講師は、山上智之ということです。で福井大学に、勤めていて、で研究内容なんですけれども、これからいろいろと説明、16週にわたって説明していきますけれども、量子計算あるいは、オートマトンですね、言語理論、形式言語理論、それからオートマトンですね、それからあとはその最適化の理論、それから、アプロクシメーションですね、近似の理論ですね、それからここにありますように、これ CSP と呼ばれるやつですね、制約充足問題と呼ばれるものですね、ある制約があってそれを充足する問題です。それからあとはこの暗号系の、システムの話、それからあとは、ファジーと呼ばれるものですね、曖昧さを持った、計算と、ね、それからそういう、それからロジック、論理ですね、こういうようなものをが、一応基本的に、研究の内容としているものです。で、Twitter とそれから YouTube がありますので、YouTube の方はこれからまたちょっと説明をしていきますので、聞いておいてください。ちなみに、これは、2017年ですね、昨年にオランダで撮った、写真ですけれども、これは世界遺産の一つと言われている場所です。それで、まず目標ですけれども、この、16回のレクチャーのシリーズは、どういうことを目標にしているかといいますと、先ほども言いましたように、計算量というコンピテーションのコンプレクシティといいますけれども、この計算量の理論についていろいろと最先端の話題を話していこうと。ただ、一般的な最先端の話ではなくて、山上がやった、研究結果内容についてそれを中心に説明していこうということになっています。で、どういうことを皆さんにやってほしいかといいますと、内容を理解して、それから今後こう計算量理論あるいは計算の複雑さの理論という分野で研究をやっていこうと思っている人たちにとっては、オープンプログラムですね。要するに、研究したけれどもまだ分からないと、ね、こういうことが分かっていないと、そういうような、問題をいくつか定義し出しますので、そういう問題に、果敢にチャレンジして、で答えを出してもらいたいと、ね、そうすれば論文が書けますということですね。で内容的には大まかに3つ、4つに分かれまして、チューリング機械と呼ばれるものですね、チューリングマシンと呼ばれるものについて、それからあとはその暗号系と、ね、暗号のシステムというものに、基づいたもの、あるいはオートマトンに基づいたもの、それからあとは量子コンピューターですね、量子マシンと呼ばれるものに基づいたもの、こういうような4つの計算モデルというのを基本にして、その上に成り立っている、結果ということになります。でこれらにつきましてはおいおい、順番に解説をしていこうということになります。で16週のスケジュールなんですけれども、今日は第1週目と1回目となりますので、一番基本になる、計算のモデルですね、これの話を、します。でその後、次週以降、NP コンプリートネスですね、 NP 完全性の問題だったり確率的な計算だったり、それから、リニアスペースハイポーテンスと言われるね、線形空間、予想みたいなですね、こういうようなもの、それからあとはその相対化の理論ですね、それからあとは今度はタイプ2と呼ばれるものですけど、ちょっと違いましたね、タイプ2と呼ばれる、計算につきました。それからあとはステートコンプレクシティと呼ばれる、オートマトン その状態数を測る目安とするものと、それからあとは暗号系の話ですね、それから先ほどの CSPね、制約充足問題、それから、オプティマイゼーション、最適化の問題、それからあとは時間平均ですね、これについての話と
というのがありまして、全体でここまでですね、1周目から、10周目までが、古典と呼ばれる、つまり、現在使われているコンピューターを元にした、理論ということになります。それで、後半の方になりますと、今度は、量子コンピューター、これを使ったものになります。で、11周目から15周目ま で最初の11周目までが、11周目がこの基本的な話ですね、その量子情報、量子計算の基本をやりまして、それからあとは、要するに計算クラスと呼ばれるですね、計算量クラスと呼ばれるものと、それから量子を使ったオートマトですね、量子オートマトというものですね、それからステートコンプレクシティを量子化したもの、それからアドバイスと呼ばれるもの、ね、それから暗号系、そして、この暗号系を使った、いわゆるそのクォンタムイントラクティブプルーフと呼ばれるものについての話ということで、全部で15週分になります。で、最後の週は、ちょっと戻しますけれども、レクチャーは特にありません。さて、それで、これからいろいろな話をしていくんですけれども、それらはというのはその山上がやった研究の、結果というものを含んでいますので、そういうものの元ネタですね、元になるものを手に入れたい場合には、このトゥリア大学ですね、ドイツにあるところにあるデータベースがすごく活用できます。ここにアクセスしてもらうと、山上がやった結果の大部分が、一覧表で出てきます。それからあとアーカイブという呼ばれているんですね、パブリックなドメインなんですけれども、こちらの方には、出版される前の、バージョンとかが、そのまま置いてありますので、ダウンロードしてもらって読んでもらえればいいということになります。これは国際会議に行った時のスペインですよね。これも、世界遺産 のローマ時代の水道橋ですね。これに水をこう、水道の役割をしたというところになります。先ほどちょっと話をしましたけど、 YouTube のビデオなんですけれども、今までの結果をこう国際会議で発表したり、それから発表したものですね、そういうもののビデオを撮ったものが、いくつかありますので、そちらの方も、YouTube にアップロードされています。それで YouTube に入っていただいて、サーチで、ともゆき山上でコンファレンスとプレイリストという形で、サーチしてもらうと、今のところ10いくつぐらいですかね、20個ないですけれども、出てきますので、見ていただければと思います。それから、もう一つ、招待講演ですよね、大学に呼ばれて招待講演をした時がありますので、そちらの方の、ビデオ映像もありますので、こちらの方ですと、キーワードのサーチでインファイテッドトーク、招待講演というのを入れていただければ、出てきます。これもプレイリストになっていますので、今のところ、3つしか置いてありませんけれども、見ていただければ、一般的な紹介というのがあります。で、これは招待講演で、ポルトガルのリスボンに呼ばれていった時の写真になっています。さあ、そこで、何もこの分野について、特にその知識がない人のために、テキストブックというのをちょっとだけリストアップしておきました。で、計算量理論の一般的なものにつきましては、ドゥーとコーの、本がありますし、それからオートマトン系の話ですね、形式言語とか、それからオートマトンにつきましては有名なホップクロフトとウルマンと、それからあとは元ワニが後で入りましたけれども、こちらの方の教科書が、有名な教科書になっています。それから暗号系の方の教科書です と、ゴードライヒが書いた、クリプトグラフィーですね、クリプトグラフィー、暗号系の本というのがあります。それから後で話が出てきますけれども、コンボコンプレクシティコルモゴルフ計算量と呼ばれるものがありまして、それをいかに実世界にアプライするアプリケーションするかというような話につきましての教科書があります。これはリート・ギターニという有名な人たちが書いた教科書ですけれども、それからあと量子コンピューターの方につきましては、ミンセント・チュアングが書いた有名な本がありますので、こちらの方を見ていただければと思います。さて、そこで、イントロダクションはここまでということで、これから、第1週目の、授業ということになります。で、今日の話は、
まあ、計算のモデルですね、基本となる計算のモデル、これからの話の一番の基本の部分ですね、こちらの方から、順番に説明をしていこうと思っています。で一番最初は、キーワードとしては形式言語、それからオートマトン、それからチューリング機械と、ね、それから、オートマトンの、バリエーションの一つとしてプッシュダウンのオートマトンですね。でこういうものをもとにしてコンプレクシティクラスでファンクションを定義するクラスというのを、後でやります。で最後に少しリカーシブと言われるファンクションですね、まあ、要するに計算可能な関数と呼ばれるものについての話をするということになります。それで、今日の、内容につきましては、山上が書いた、こちらの方の、論文を元にしているということになります。まあ、最初ですからあまりこう、たくさん論文が出てないんですけど、これから毎週論文が追加されていきますので、その都度見ていただければと思います。さあ、それでは、まず、形式言語とそれから、言語の、クラスということにつきまして話をしていきます。まず一番最初、まあ、皆さんオートマトンの授業、形式言語とオートマトンの授業を、取られていると思いますけれども、少し基本的なところから説明していきましょうというわけです。でまずアルファベットと呼ばれるものがあります。これが基本になりますね。これは要するに、まあ、シンボルとかそれから、記号レターとか、ね、呼ばれるものの、有限の、空でない集合のことを表します。例えば01、これはバイナリーなアルファベットになりますし、A から Z ですと、これは小文字だけからなるアルファベットと、ね、通常のイングリッシュのアルファベットになります。それからストリングと呼ばれるものはどういうものかと言いますと、こういうようなシンボルを並べた列のことをストリングと言います。まあ、ワードという言い方をするときもあります。でその縦棒ですね、これ絶対値ではなくて長さを表すと、つまり何個シンボルがこの中にあるかということを表しているというわけですね。で言語、ランゲージと呼ばれているものはどういうのかというと、こういうストリングを集めた集合ということになります。まあ、通常は有限集合か無限集合ということになるんですね。ここに一つ例がありますけど、例えば0と1からなるアルファベットから出来上がったものですと、例えばこう10111011110111とこう無限の集合になるんですけれども、これは一体何を表しているかといいますと、よくよく見てもらうと分かるんですけれども、これは素数ですね。素数を二進展開して並べたものと、ね、こういうようにそれぞれのものが01でこう表されていて、それを集めたもの、これが言語ということになります。ですからこの場合ですと素数を集めた言語ということになります。で、特にストリングの中でも長さが0になるやつがあります。これをラムダあるいはイプシロンという書き方をします。ここの、講義ではラムダというのを基本的に使います。イプシロンの方は別な意味合いで使います。確率計算するときのエラーの大きさというのをイプシロンで表しますので、空の5と言わずにこれはラムダにしようということで使っています。それから記号ですけれども、シグマの上にこう N と書いたらどういうのかといいますと、これはシグマスターですね。シグマスターっていうのは要するに先ほど言いましてこういうシグマの上で定義されたストリングの全体ですね。その中の、長さが N のものだけを集めた、つまり長さが N に限ったストリングを全部集めた集合をシグマ 2DN という形で言います。でここに代償記号を書いて N 以下というふうに形を書いたのは、要するに長さが N 以下、これを全部集めたという形で書きます。これはたびたび出てきますので覚えてみてください。さあ、それで引き続きいきますけれども、言語の中で特別な言語があります。何も入っていないもの、そういう言語ですね、まあ、空集合ですね。これに対応するものがエンティランゲージと呼ばれるものになります。で先ほど言いましたけれども、シグマスターというのは全てのストリングを集めたものということになります。例えば01であればこういうようなですね、0と1を並べて出来上がるシークエンスですね、列をすべて集めた。で重要なのはこの一番最初ですね、長さが0のものも5です、ね、ストリングですからこれも必ず入れてくださいです、ね、それからあと、まあ、ここにありますよ、先ほどから言いましたようにランゲージというのは集合ですから、もちろん集合の演算ですね、ブーリアンの演算というのができます。例えば、こう積集合ですね、重なっている部分、つまりここの部分ですね。それからユニオン、ユニオンというのは全体です。こっちかあるいはこっちと。それから差し合わせ、
でこれは L1 の中から L2 に入っている部分を取り除いた、つまりここの部分ですね、この左側の部分になります。つまり L1 には入っているけど L2 には入っていないと、ね、こういうようなものです。ですからこういうようなものも全て言語ということになります。ですか、言語というのは集合だということですね。ですから集合であれば全て言語だということになりますので覚えておいてください。さあ、そうしますともう一つありまして、そのコンプリメント補集合というのがあります。これにはまず全体の集合ですね、これをユニバースという言い方をします。シグマスターですね、例えばシグマが01であれば01からなる、要するにバイナリーなストリング全体ですよね、これがユニバースになります。この中にある集合 L に対してそこに入っていないもの、これをコンプリメント補集合という形で、この L の上にコンプリメントの C というのを書きます。まあ、教科書とかですと L の上にこうバーとかっていうのが書いてあるんですけれども、スライドでちょっとうまく出せないのでここに C という形で書いてます。これを覚えておいてください。ちょくちょく出てきます。で、ここまでがあの集合の演算なんですけれども、ストリングというのは、要するに、普通の集合とちょっとだけ違います。で、それはどういうことかといいますと、特別なオペレーションが変えます。これはコンカチネーションといいます。つまり、並べるというものですね。で、L1 という言語と L2 という言語を並べるというのはどういうのかといいますと、そこに入っている X と Y をそれぞれ取ってきて並べたものと。で、ストリングを並べるとやっぱりまたストリングになりますから、こういうものを集めたというのも言語になります。で、これは集合のオペレーションじゃないですよ。それからこれ2個やってます。同じものを2つ並べたものは L の上に2と書いてます。で、L を3つ並べたものは3と、要するにこの上の数字というのは何個並べたかということですね。1個の時はそのままですね。で、これを全部集めたものを L の上にスターと書いて、これをクリーニスターとかクロージャーという言い方をします。で、こういうものもまた言語になりますということです。さあ、そこで、今度は言語っていう言い方の他にもう一つ今度は決定問題という言い方を、ちょっと説明します。で、これからの話は要するに与えられた現実の問題をいかにして解くかっていうような話をするわけなんですけども、もう普通に言葉で言ってる時の問題というのと今まで定義をしてきた言語とはどういうふうにつながっているのかといいますと、実は同じものだと。決定問題というのは通常こういう形です。インスタンス入力というのは何か問題に対する入力がありますと。例えばグラフの問題であればグラフというのが入力になります。で、答えとしてはイエスかノーか、ね、アクセプトかリジェクトか、イエスかノーか、ね、0か1かで、通常1はイエスでノーは0という形で扱いますので、1と聞いたらイエスでノーだったら0だったらノーだと覚えておいてください。で、あるこれはイエスかノーかっていうのはある条件がありまして、この条件を満たすときに1、満たさないときに0と、こういうように理解するということにしておきましょうと。そうしますと、例えば与えられたのが、正の整数が与えられて、n というのが与えられて、n が素数ですかということを判定すると。素数だったらイエスだし、素数でなかったらノーと。こういうような反応に、答えになります。大丈夫でしょうかね。で、その時に、まあ、この、入力っていうのはグラフであったりとかいろんなものがありますので、これらは、後でエンコーディングという形で、別なものに書き直すと。つまり、グラフがあったらそのグラフをそのままコンピューターに入れるときに、まずそれを例えば2進0と1だけで表現して、その0と1の列としてコンピューターに与えるということを考えます。これを、エンコーディングと言いますけれども、そういうことを、扱います。まあ、ちょっと後でまた説明しますけれども、これが要するに決定問題ということになります。で、この決定問題に対しまして、先ほど、考えていた、定義をしてきた言語とどうつながっているかといいますと、こういう感じですよね。そうです、決定問題がありました。これを Q としましょうと。そうしますとアウトプットは1か0かということになります。で、イエスかノーかですね。そのイエスの答えになるような入力だけを集めましょうと。つまり X という入力があって X を入れてやるとこの問題は1というアウトプットをしますと、ね、というような X を全部集めると集合になります。と、この集合がどういう性質を持っているかといいますと、 X が L に入っているときには確かにこの問題はアウトプットがアンサーが1です、イエスですと、ね、で、入ってないとき、これ同値ですから入ってないときには当然イエスではないということでノーになるということになりまして、集合と考えるのと、それから決定問題のイエスかノーかの問題っていうのが全く同じように取り扱うことができます。
じゃあだったら同じものだと思いましょうというんで、これから同じだと思いましょう。具体的な例としてここにありますよね。例えば入力が、U とそれからこのパウンドと記号と V という記号ですね。この U と V という、01、例えば01でしたら01が並んでいて、真ん中にこうパウンドの記号があります。そして、調べたいことはどうするかというと、この U と左側の U とそれから右側の V と、この長さが同じ時にはイエスで、違う時にはノーを出す。こういうような決定問題を考えましょう。そうしますと、このイエスになるようなものだけを集めたもの、つまり入力があった時にこの入力が、こういう形にかけて、しかも長さが同じと、そういうような入力を全部集めた集合と、これ言語ですよね。これと全く同じだと、つまりこういうような関係が成り立ちます。入っていればアウトプットがイエスで、入ってなかったらアウトプットがノーですということですから、この2つの問題は全く同じだとしましょうと。ですからこれから、決定問題とそれから言語というのはインターチェンジャブルと、要するに交換できると、どっちも同じものだというふうな形でこれから扱っていきます。まあ、ここに書いてありますように同じだと思いましょうということで、どっちを言われても同じだと思っててくださいということです。さあ、そこで先ほどの話したエンコーディングの話ですよね。でエンコーディングをするときにはどうするかといいますと、まずその、なんかうまい関数というのがありまして、なんかある入力のオブジェクトね、そういうものを、まあ、例えばバイナリーのストリームですね、0、1に全部直してしまうということになります。で通常の計算機はこんなことをやってるわけですね。例えば自然数があったとしますと、0、1、2、3、4、点点点というこういう自然数があったとしますと、これを、2進に直すと、ね、でこれを実際の入力として、で例えば、1、1というんだったらこれは3だと頭の中で考えましょう。ですからコンピューターは1、1をもらって、計算をするんですけども、我々としては3を入力したと思っていればいいと、ね、それがエンコーディングということになります。例えばアルファベットにしましても、アスキューコードというのがありまして、これは、7ビットで1つの文字を表すと。例えば大文字の A でしたら100001というのに対応している。ですからコンピューターはこれを見て大文字の A が来たんだというふうに理解をするということになります。で、まあ、こういうことを毎回これからは言わないで、例えばグラフが与えられたら、そのグラフに対してすごくうまいマッピングがあって、エンコーディングがあって、それを使って入力がコンピューターに与えられてるんだというふうな理解をこれからしていきましょうということにしましょうというですね。さあ、それで、今度は、コンプレクシティクラスと、それからラングジとファミリーという言い方ですね。でこれから言葉として、計算量のクラスというのを、使っていきます。でこれはどういうのかといいますと、要するに先ほど言いましたように、言語とそれから決定問題は同じものですから、決定問題の集合、あるいは言語の集合ということになります。ね、それを、コンプレクシティクラスという言い方をします。でそのコンプレクシティクラスを、定義をするときに、コンプレクシティメジャーと、要するに計算量というものをまず定義します。この計算量に従って、この計算量が多いのか少ないのかによって、計算のクラス、ね、その計算量のクラスというのが定義されるということになります。で先ほどから何度言ってましたように、言語とそれから決定問題が同じものだということですから、そのコンプレクシティクラスというのは実は言語のクラス、言語のファミリーというものと全く同じものだと思って、これから言葉として使っていきます。言語に対してコンプリメントというのが定義をしましたけれども、これはどういうのかといいますと、その X 入力 X が L という言語に入っていないものを集めたものということになりますよね。でこれは先ほどと同じこういう考え方をしました。ですから決定問題と考えれば、イエスとノーがひっくり返った問題ということになります。要するにイエスの時にはノーになって、ノーの時にはイエスになると、こういうような問題の集合、これが補集合、補問題という形になります。でこれを全部集めたもの、もともとコンプレクシティのクラスがあって、そこに入っているものの、このコンプリメントになったものを全部集めたものを表現として、 COO の C、ね、コンプレクシティクラス C に対してコンプリメント、それを集めたものだという書き方をします。でこの書き方はこれから何度も出てきますので覚えておいてください、ね。さあ、そこで、最初の方の最後になりますけれども、インプットとアウトプットのサイズということですね。で今までは言語という形でイエスかノーかと
イエスかノーかっていうのはつまり0か1かっていうんで1ビットのアウトプットということになります。ところが通常の問題ではいろんな問題があります。例えばサーチの問題ですね。キーワードサーチで探したら例えば、ウェブサイトの、アドレスがこう出てくる。それ1ビットじゃないですよね。すごい長い場合もあれば、それからあと、計算の問題ですよね。例えば、行列を計算すると、行列の掛け算をするとしたら出てきたものはやっぱり行列になると、ね、というように、通常の問題、多くの問題は関数を計算するという問題になります。そこで関数というのもこれから出てきますが、その中でも特にこれから考えるのはそのポリノミアリーバウンドですね。多項式で抑えられるような問題と。これはどういう問題かといいます、まあ、簡単に P バウンドという言い方をします。この P というのはポリノミアルの P ですけれども、これはあるポリノミアル多項式があって、このアウトプットの長さがこの多項式、入力の長さの多項式で抑えられているというわけですね。要するに入力がこのくらいだったらこれがものすごく伸びることはなくて、ある程度ポリノミアルぐらい、多項式ぐらいの範囲で、例えば2乗とか3乗ぐらいの大きさのアウトプットしか出ませんよと、そういうような関数を考えましょうというわけですね。でこれはなんでこんなことが必要かといいますと、例えば入力が10ビットなのに出てくるのが1億とかっていうビットになったときに、じゃあそれ書くのに1億秒かかると、ね、1億、繰り返して書いていかなければいけないと言って、やっぱりものすごい時間がかかります、ね、でもそういうのも初めから、早い計算はないわけですよね。要するに、1億ビットあったら1億ビット書くだけの時間どうしても絶対に必要だということになります。でもそれは本質的な部分ではなくて、実際に中身を考えないといけないということになりますので、まあ、この短いアウトプットですね、まあ、これから出てくるのは多項式時間で計算できるという話が出てきますので、出てくるアウトプットの長さもやっぱり多項式ぐらいでの関数についての話ということになります。それから今度は逆向きですよね、それは何かと言いますと、関数がポリノミアリオネストになると、あるいは P オネストという言い方をします。でこれはどういうのかと言いますと、先ほどと同じように多項式がありまして、入力の長さはアウトプット、これね f of x っていうものの y としますと、このアウトプットの長さのポリノーミアルで抑えられている。つまり入力に対してアウトプットがものすごく短いということは考えませんというわけですね。ここに書いてありますように、アウトプットのサイズは入力のサイズに対してあまり小さくならないということはあります。ですからこの2つを合わせると、要するに入力と出力っていうのはそんなに違いがないと、長さ的にね、ということを表しているということになります。さあそこで、今度は、実際の計算機のモデルについての話ということになります。まず最初、有限オートマトンということになります。で有限オートマトン、まあ、皆さんは知っていると思いますけど、まずワンウェイですね。ヘッドがこうずっと動いていくんですね。片方、一方向に動く、それから2方向に動くものというところまで考えます。であとは決定性、あるいは非決定性と呼ばれるものが出てきます、ね、でこれらについての話ということになります。まあ、それで、どうして有限のオートマトンかというわけですけれども、有限のオートマトンというのはいろんなところに出てきます。例えば組み込み系 のアルゴリズムですよね。例えば大きなシステムがあって、その中、例えば自動車でもいいですね。自動車の中のある一部分の動作を計算機でやらす、計算させようというときに、やっぱりものすごい大きなメモリーというのはやっぱり入れることができません。例えば携帯といってもメモリーのサイズは決まっています。というようにメモリーがすごく限られているわけですね。という場合に動かすということを考えると、やっぱりオートマトンというのがどうしても必要になってくるというわけですね。でこのメモリーが、抑えられている、定数で抑えられているという言い方から、その定数領域、メモリー領域を使うチューリング機械という言い方もできます。まあ、これは全く同じものを指しています。ですから、オートマトンという代わりに定数領域、メモリー領域を使った、チューリング機械 という言い方を、するときもあります。さあ、まあ、チューリング機械というと一般にはテープに読み書き自由にできるので、要するに読み込みだけに制限したという条件がつきます。さあそこで、それからこれからのワンウェイとツーウェイの、オートマトン、それから決定性と非決定性のオートマトンというのを、定義をしていきます。でまずこれが全体像なんですけれども、一方向の決定性のオートマトンと
その 1DFA、この D というのはディターミニスティックの D で、F というのはファイナリティですね。で、A というのはオートマティです。このステートというのは、最近ではもうほとんど使われなくなって、ファイナリティオートマティという言い方が、主流ですけれども、まあ、これは要するにこういうような形で書けます。ですね、この最初の Q というのは、内部状態、そのイナーステートと呼ばれるものの有限集合になります。で、このシグマというのは、ここにありますように、インプットのアルファベット、先ほど出てきましたアルファベットですね、0、1だったりとか、A から、Z までの小文字の英語のアルファベットだったり、いろいろとしますけれども、それからあと Q0 と呼ばれるものですね、これは、イナーステートの一つなんですけれども、特に、初期状態、ね、あるいはスタート状態と呼ばれるものですね、開始状態。呼ばれるものになります。で、オートマトンはこの状態から出発するということになります。で、最後に到達する目標となるそのファイナルのステート、それを集めたものですね。これをF と書いたりします。で、ここに F に入ると、計算がアクセプトという状態で止まるというふうに考えます。で、それその、これですね、このオートマトンは一応計算機のモデルなんですけれども、この計算を司っているプログラムの部分というのがこのトランジションファンクションというものになります。で、これから説明しますけれども、内部状態と、それから今読み込んでいる記号ですね、テープの記号というのを見て、次の内部状態を決定するというプログラムに対応するということになります。出発点は Q0 で、最終的にこのトランジションファンクションに従って、内部状態を変えていって、最終的にこの F に到達するということを目標にするということになります。ちょっと図式的に書くとこんな感じですよね。テープがありまして、で、入力がここに書かれている。で、入力の両側にはこうエンドマーカーと呼ばれるんですね。左側と右側ということになります。で、この出発点の左側のエンドマーカーから、このテープヘッドというのが文字を読み込んで、右にずっと動いていくということになります。で、最終的に、途中でアクセプトの状態に入るか、あるいはこの最後まで読み込んで、ここで機械が止まったときにアクセプトになってなければリジェクトというふうに考えるというのが、このワンウェイの、オートマトということになります。で、特にここにワンヘッドと書いてありますけれども、ヘッドというのは2つだったり3つだったりするというようなモデルもありますので、ちょっと違いを際立たせるためにちょっと書いておきます。まあ、通常は1本で、1つのヘッドでやります。さあ、そこで、ワンウェイの、ファイナリティオートマトンですけれども、持っているものは、テープヘッド、テープ、それから、頭脳の部分ですね、CPU と呼ばれる部分になります。そして、このテープを、順番に読んでいくということになります。それで、ここにあります、このデルタというのは、このプログラムに対応しているんですね。それで、例えば現在、内部状態が P で、sigma という文字を今ヘッドが読んでいるとしましょうと。そうすると、プログラムを見ると、P と Q、sigma と、この2つがありましたら、この P を Q に変えなさいという命令があったとしましょうというわけですね。ここにこう命令があります。とこの命令に従って動きます。で、今 P で sigma を見ているわけですから、これが、こんな形で変わりますと、ね。まあ、Q に変わって、ヘッドが1個右に。これが、ワンウェイの、有限オートマトンの動きということになります。それで先ほどもちらっと言いましたけれども、アクセプトとリジェクトですよね。一番最初の出発点はこの、左側のエンドマーカー、そして内部状態が Q0 から出発して、例えばこのデルタというところで Q シグマという、例えば今現在内部状態が Q で読んでいるのがシグマだとします。そしてそこにこのデルタをアプライします。当てはめると、例えばこれが P に変わったということで、内部状態が変わってヘッドが動く、ね。ヘッドはいつも右側に動いていきます。ですね、これがワンウェイの言われということになります。で、最終的にこの F の内部状態に変わったときにアクセプトとなりまして、それ以外のときにはリジェクトということです。で、最終的にこの右側のエンドマーカーに行っても、ここで止まるということ。ヘッドはそこからも動かないということになります。で、その、どういう時にアクセプトかといいますと、ここで例えば関数として W っていうのを読んで、これが最終的に到達する、ね内部状態を表すとしますと、それが F に入ってるかどうかでアクセプトになってるかどうかということが定義されるというわけですね。
オートマトンというのはいろんな表現がありまして、例えば先ほどのようなデルタという関数ですね、トランゼッション、トランゼッションファンクションと呼ばれるもので書いたもの、あるいはこう表で書くものですね。例えば、入力 A で、それでステートが0だったら1にしましょうと、ね、というのはこれを表しているというわけですね。あ、すみません、ステートが0で 入力記号 A でしたら、ステートが1になる、ね、で A で書くとこでですね、0が A を読むと1に変わるというのに対応しているということになります。ですからいろんな表現がこうありますけれども、要は要するにこれに従って計算機が動いていく。もうちょっと複雑な例ですと、例えばこんなのがあったりこんなのがあったりします。で、一番最初の出発点っていうところから始まりまして、そしてこう何回か文字を読んでいって、最終的にこの二重丸、これがアクセプトの状態、ここに到達すれば、メジタルメジタル、そこに到達しなければリジェクトということになります。これが、まあ、いわゆるその普通常の、ワンウェイの、有限オートマトンなんですけれども、今まで見てきたのは要するにこんな感じですよね。 Q という内部状態で Sigma を見ていると、次に、変わる状態というのが1位に定まっているというわけですね。これが、決定性と呼ばれる、動きになります。でこれに対して非決定性と呼ばれるものがあります。これはどういうのかといいますと、比喩という、内部状態でセグマを読んだときに、こっちに動いてもいいし、こっちに動いてもいい、あるいはどこにも行く先がなくてもいいと、ね、そういうようなものまで許す、計算ということになります。それからもう一つ特別なのがありまして、何も文字を読まなくても動くと、これがラムダムーブと、ラムダ動作、ね、ラムダトランジションと呼ばれるものになりますけれども、何も読まなくても内部状態だけを変更することもできると。でこういうものを非決定性の機械という言い方をします。でもうちょっと細かく言いますと、非決定性、ワンウェイの非決定性の有限オートマトン N ですね、この 1MFA と書きますけれども、これはどういうのかと言いますと、先ほどとほとんど同じなんですけど、違うところはそのトランジションファンクションが違う、これが非決定性になっているんですね。で、読む文字もここにラムダという、つまり何も読まなくても、動きますというのが追加されて、出てくるものは集合になっています。ですから空集合を含めて集合ということになって、この集合の中のどれかに動いているということになります。でこの、P というのはこのパワーセットの、べき集合ですね。べき集合というものの、省略形になっています。まあ、2の9乗というような書き方をするときもあります。要するに Q の部分集合を全て集めた集合というのがべき集合になります。それで、先ほどとあの決定性と同じように Q0 というところから出発するというのと、それから一番最後左側のエンドマーカーのこのセントのところから出発するというところは同じです。で、ヘッドはこれワンウェイですから右の方に動くと。ただしこのラムダっていう読まないときにはヘッドは動きません。要するに文字を読んでないのでヘッダーも動いてないということになります。で最終的に、このアクセプティングなステートに、行けばいいということになります。さあそこで今度は計算というものを少しあのきちんと定義をしようと思いますと、コンフィギュレーション、まあ、様相と呼ばれるものですね、これが必要になります。これはどういうのかというと、現在その計算機が取っている内部それが外部の状態そのままその一瞬の状態ですよね、それをコンフィギュレーションという言い方をします。例えば 1DFA の場合でしたらコンフィギュレーションというのはどういうのかといいますと、まあ、入力を X といいますと Q、Z という形であります。でこの Q というのは現在の内部状態、この Z というのはこれまだ今までこう読んできた文字を除いた残っている、まだこれから読んでない文字ですね、入力の X の中のこれまだ読んでいない文字列、これを合わせたもの、これが様相と呼ばれるものになります。この様相が変わっていくのが計算ということです。で、今度はあの後であのプシダオートマトンが出てきますけども、その時には今度は、Q という内部状態と、それからまだこれから読むであろう文字列ですね、入力文字列と、それからスタックの中、スタックにどれくらいのものが溜まっているのかと、ね、保存されているのかという表すこの3つの、組で表すということになります。で一番最初は、この Q0 というところと、それから何も文字読んでませんから全ての文字が、書かれたもの、それからプシダオートマトンでいうと最初のちょっとゼロが忘れてます。
ですね、あのボトム記号ですね、要するにスタックの中の空っぽの状態、ここから出発すると、で最終的に到達するそのアクセプトの状態に行った時ですね、それが、今回ですね、方程コンフィギュレーションですね、ファイナルコンフィギュレーションと呼ばれるものになります。ですから、計算というのはこういう形で書かれますけど、一番最初は、最初の一番最初のイニシャルなコンフィギュレーションですね、そこから出発して、デルタを1回ごとに1回アプライするごとにどんどんこう中身が変わっていって、で最終的に、到達するのがそのホルティングステート、ホルティングコンフィギュレーションと、ね、いうことになります。でこの列そのものを、計算という言い方をします。で計算というのは例えば途中でループに入ってしまうとこう無限に続いていきますので、今度これがずっと点点点といって止まらない場合もあります。で、まあ、これから先はあまりそういう場合はあまり考えないで、必ずどこかで止まるようなものを大部分考えるんですけれども、たまにそういうのがあったりします。さあ、それでアクセプトリジェクトですよね、先ほどから説明しましたけれども、計算というものっていうのは決定性ですと一本でずっと進んでいきますけれども、非決定性の場合だとこう枝分かれがしますから、そこからさらに分かれるという形で、絵としてはこんな感じになります。出発、ちょっと失礼、入力があって、枝分かれをずっとこうしていって、最終的にアクセプトの状態になるか、アクセプトの状態にならずに、例えば 1DFA でしたら最後、非決定性の、ファイナイトオートマトンでしたら最後のダダサインまで読んだらそこで終わりと、ね、その時にはアクセプトに入ってるか入ってないかということになります。で、一つでもアクセプトの状態があったときに、非決定性はアクセプトだと。全体がアクセプトだと。この要するに入力がアクセプトだというふうに定義をします。ところが、アクセプトに一つも入らない場合、ゼロの場合ですね。その場合には、リジェクトすると、ね。入力をリジェクトするというふうに定義をします。ですから、機械全体がアクセプトをするのか、リジェクトをするのかっていうのは、それぞれの枝を全部見ていって、一つでもアクセプトのこの道ですね。このパスがあるのかどうか。で判定をするということになります。さあ、それで今までのワンウェイを拡張して今度はツーウェイにしましょうというわけですね。で、ツーウェイの場合は今度は右だけではなくて左側にも行くと。それからもう一つ今度はそのままとどまるという3つの選択になるということですね。そういうような中にはこのとどまるっていうのを、取らない場合もあります。例えば右に行って左に戻れば。ステップは2回かかりますけれど、止まっているのと同じ状態になりますから、面倒だから入れてないような、教科書もあったりしますけれども、まあ、分かりやすく3つ入れておきましょう。右に行くか左に行くか、とどまっているかです、ね、で右に行く方をプラス1、左に行く方をマイナス1だとすると、止まっているのは0と。ですから、マイナス1、0、プラス1とこの3つを選ぶという形になっています。でもう一つここにアクセプトの状態とそれからリジェクトの状態というのを入れておきます。でこれはどうしてかって言いますと、ワンウェイですと最後のダラーまで読むとそこから先動かなくなるんで、もうリジェクトの状態っていうのを特に作らなくてもいいんですよね。アクセプトに入ってなかったらリジェクトだと思えばいいわけなんですけれども、行ったり来たりしてるわけですから止まるところを決めてあげないといけないというんで、アクセプトに入ったら止まるし、リジェクトという状態に入ったらそこも止まると、ね、そうでなかったらずっと動き続けるというふうに考えるというのがこの 2way の考え方ということになります。まあオートマトンですから、もちろん書き込みがないので読むというだけですね。ですから内部状態とそれから読んでる記号ですね、もちろんエンドマーカーも入ってますけれども、それを読むと、内部状態が変わります。それからもう一つヘッドがどっちに行くかも決めてやらないといけない。例えばプラス1に行くのかマイナス1に行くのか0に行くというように、この D というのがさらに付け加わります。これが 2way の、と 1way の違いということになります。それから 2way ですから、もちろん、変なプログラムを書くと、例えばこのエンドマーカーのサインがあって、さらに外に出ようなんていうプログラムを書くことできますけど、そういうのはもう初めから考えませんと。ということで、縛りとして、ダラーサインとそれからセントサインの外には出ませんよ。出ないようなプログラムにしてくださいと。そういうものはもう初めから、オートマトンだと思いませんというふうに条件をつけておきます。それからアクセプトとリジェクトというのは、先ほど言いましたようにアクセプトの状態に入るかリジェクトの状態に入った場合のみ、
フォルティング、要するに停止と考えましょうと。それ以外は動き続けるということです。さあ、それで今度はプッシュダウンのオートマトの話になります。でプッシュダウンの方は要するにこのスタックと呼ばれるメモリーがさらにくっついた場合になります。こちらの方はさっきと同じような感じですよね。ワンウェイでこうずっと読んでいくと。でさらにこちらにスタックがあって、スタックの中にいるものを入れていって、ただし一番上のものしか読むことができます。ですから下の方に溜まったものの情報を得たいと思ったら上から全部出していかなきゃいけない。出すのはポップといって、中に入れるのはプッシュと言います。ですからプッシュをどん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 繰り返すとメモリーに溜まっていきます。でそこからポップを使うたびにメモリーが一番上のものだけですね、この一番上の記号だけが出てくるということになります。ですからこれは一番上だけを見て上がったり下がったりこうしていくということになります。で、後でまた条件として付け加えますけど、これは出せない、これはもうそこですよっていうマーカーですので、そこからそのマーカーは取り出すことはできないというふうに約束しておきましょうということになります。でこれがボトムマーカーですねということになります。でここに書いてありますね、非決定性ですから動きとしては、こう枝分かれをしていくと。ですね、こっちをやってもいいしこっちをやってもいいという形で動いています。でこれ非決定性ですから、もちろん何も読まないでスタックの中を変えたり内部状態を変えるということもできますということですね。例えば何も読まないけれどもスタックを空っぽにするとみんな全部出していくと。でボトムマーカーまで全部出してしまうというようなアルゴリズム、プログラムを書くこともできるということですね。それは別に何も読まなくてもいいということになります。さあそこで、今言ったことなんですけど、トランゼッションファンクションですね。でそのラムダムーブと呼ばれるものを許しますよと。非決定性ですから何も読まなくても動いていいですよと。でそれから Z の0とボトムマーカーは絶対に出しちゃダメですよと。これはリムーブ、外へポップすることはできませんよと。こういうような条件があるということになります。でこのラムダムーブっていうのは、実際このプッシュダウンオートマトにとってはものすごく重要で、これがあるかないかで計算能力がものすごく違います。それだけちょっとだけ言っておきましょうということになります。それで結果としてはこの Q とそれから U という形ですね、内部状態とそれからここにありますようにストリングですね、どんなストリングが、スタックの中に入っているかというのを、書いて表現をするということになります。で先ほど のコンフィギュレーションの言い方をすると、ここに、これからまだ読んでいない、入力記号も入ってくると。で3つの、組で表されるということになります。もう少し、正確に言うとこんな感じですよね。内部状態とそれから、読む記号ですね、これはエンドマーカーのところにこのラムダが入る、これが非決定性というところから来ている。それからここにスタックの中身ですね、スタックの一番てっぺんのものを見て、この3つの組で次に何をするかを決めましょうということになります。で通常の定義ですと、スタックの一番上を読んだらそれを、別なものに置き換えていいと。ただし置き換え方としては、その1つの文字を3つの文字で置き換えてもいいし、10個の文字で置き換えてもいいというのが一般的な定義になっています。で実はこれ大抵の場合ですね、大抵の場合一つを一つに載せるかどうかっていうような形の制限した形に書き直すことはできるんですけれども、基本的には一つの文字を10個の文字で書き換えても構わないというのが定義になります。ですからここにアスタリスクがついているということです、ね、でスタックとしては、先ほど言いましたように一番トップのトップモーストな、シンボルしか見えませんよということになります。それからアクセプトとリジェクトは、2方向と同じようにアクセプトに入るかリジェクトに入るかという形で、定義をします。でどうしてこんなことが必要かというと、何も読まないっていうところが困るんですよね。何も読まないでも、スタックに1個載せて1個消して1個載せて1個消してっても繰り返すと無限に続いちゃうんですよ。これループに入って止まらなくなっちゃうという場合もあります。まあ、そういう場合はプログラムをうまく書けば実はそういうのを可否できるんですけれども、下手なことを書くことはないんですね。具体的な例としてはこんなのがあります。でこれはどんな、ここから出発してこっちに行くかこっちに行くかですよね。で非決定性の部分っていうのはここですよね。 B という、ですね、内部状態 Q0 で B という入力を読んでスタックのてっぺんが A だった場合です
ね、こっちに行ってもいいし、こっちに行ってもいい。ただこの場合にはポップをして、この場合には何もしない、変えない と、ね、という形で動き方が違ってくる。でこの動き方が違うおかげで、こっちに入ってるかこっちに入ってるか、つまり ABC の文字列が並んでるんですけども、B と C の個数だけが同じか、A と B の部分が同じか、ね、というような形で2つになるということになります。でこれは決定性では、一本の道では書くことができない、具体的な例になっています。さあそこで、コンプレックスデイクラスを定義をしましょう。でこれ文章ですね、ワンウェイの決定、有限オートマトン長いので簡単にワン DFA と書きましょう。で非決定前方のプッシュダウンオートマトンですから、プッシュダウンが入りまして、ノンデターミニスでワン NPDA としましょうというんで、こういう省略形をこれから使っていきますので覚えておいてください。プッシュダウンオートマトの PDA ですよね。さあそこで 1DFA で、計算できるような言語ですね、まあ、認識できるという言い方をするんですけども、こういうものを集めたものをレグと、まあ、レギュラーランゲージですね、正規言語の全体ですね、をこういうふうに書きましょうと。それからワンウェイの非決定性のプッシュダウンオートマトンで認識できる言語の全体、まあ、それをコンテクストフリーですね、コンテクストフリーランゲージという言い方をします。文脈自由言語ですね、これを全部集めたものを CFL と。でそれのコンプリメントというのがあります。要するにコンプリメント、補集物を全部集めて、それを高 CFL と書きましょうと。そうするとこんな感じになる。で、レムがあって、 CFL があって、高 CFL、こんな感じになっていて、すべて、こうズレがあります。ここに入っているもの、ここに入っているものがありますので、全部、違うものになっていますということです。さあそこで、どんなことが、まあ、今はちょっと少し説明しましたけれども、CFL は、レギュラーと違います。で具体的な例としましては、A to D の B to D、A と B の個数が同じかどうかっていうのは、CFL、プッシュダウンオートマトンではできますけれども、通常のワンウェイのオートマトンではできませんよと、ね、それから、このパリンドロンですね、X を後ろから読んでも前から読んでも同じかどうかというですね、回文というぐらいですね、こっちからこう読んだの、例えば ABA だったら逆から読んでも ABA ですよね、そういうようなものを全部集めること、これは、コンテクストフリーですけれども、レギュラーではない。で証明は、まあ、通常の教科書のどこにでも書いてありますけれども、パンピングレーマと呼ばれるものですね、日本語で言うとポンピング定理みたいなですね、繰り返し定理と呼ばれるものを使うと簡単にできます。それから CFL と高 CFL というのは違いますよと、コンプリメントを取っちゃうと違うと。でこれ具体的な例としては、 A to the I, B to the J, C to the K と、 C を K 個、 B を J 個、 A を I 個並べて、 I と J が違うか J と K が違うかどちらかですよっていうと、これは CFL、 プッシュダウンオートマトンではできるんですけども、それをの、補集合を取ったものをプッシュダウンオートマトンでやろうとするとできませんよということになります。ですから違います。でここに先ほど言ったそのポンピング、パンピングレンマというものがありますね。これはバンヒルとそれからパーレスとそれからシャミアというのは1961年こんな大昔に証明して、最初に証明した定理だということになります。それを皆さんは今勉強しているということになるようですね。でまあ、この辺は後でまた出てくるんですけれども、回が進むと出てくるんですけど、先ほどやりました CFL、それから高 CFL、レギュラーというのはこの辺にあるんですね。これからずっと上にいろんなクラスが広がっていくということになります。さあそれで、今度はディターミニスティックなプッシュダウンオートマト、これも、重要な、ものの一つなんですけども、決定性とちょっと違うところは、その決定性の場合ですとこう枝分かれがするんですけども、枝分かれがないと、一本道だと、ね、それをどうやって表現するかというと、こんな感じになっています。ここですね、ここにあります。でまずどうするかというと、必ずこのアウトプットの部分はこれ集合になってますね。要するにある状態である記号を読んで、スタックの記号がこうだったら次に行く道はこうかこうかこうか、たくさんあるというのが非決定性でした。それがたかだか1個しかない、あっても1個というような制限をつけると、ね、ここにあります。それからもう一つは、それがもう、ラムダっていう動きも含めて1位に定まっていると、ね。それが決定性ということになります。でそれで、その決定性のオートマトンで認識できる言語を CFL の前にディターミニスティックの D をつけて DCFL と書きましょう。
で具体的な例としてはこんな感じですね。W と W のリバースですね。これは逆に直してですね。これ AAB でしたら逆から BAA とひっくり返してですね。こういうようなものをやって、真ん中にこう C という特別な記号ですね。01以外の記号があります。つまり真ん中が分かっていると。このマーカーがついている。マークされた、右と左が同じ、偶数の長さのパリンドロームと、ね、呼ばれるんですけど、それはこんな決定数。これよく見てもらうと分かるように、同じ入力状態で、同じ状態から行く方向は必ず一歩違いますと。こう2つ、さっきのようにこう2つどっちでもいいよなっていう道は絶対にないというのが決定性ということになります。ね、さあそこで今度はチューリング機械の話になります。でチューリング機械につきましては、もっといろんなことがあります。今度は、時間とそれからメモリーの量ですね、テープのどのくらい使ったかというスペースコンプレックスという話が出てきます。その後でテープを何本使うかという話ですね。それからあとは多項式の時間のアルゴリズム、それから計算量の理論、計算量のクラスとして有名どころで P とか NP とか高 NP と呼ばれるんですね。それからあとはその、非決定性のオートマトン、あるいはチューリング機械を拡張した、交代性オートネイティングチューリングマシン、あるいはファイナイトオートマンというのを定義しようということになります。さあそれでこれからアルゴリズムという言葉も使います。これは要するに、機械的に計算するっていう手順ですね。そういうものを表しているんですけれども、後々の方ではもうチューリング機械のことをアルゴリズムと、アルゴリズムって言ったらチューリング機械のことだと思って話をしていきます。まあ、実際はアルゴリズムっていうのは正確な数学的な定義はありません。未だにないんです。ですからこれはインフォーマルな、言葉と使ってください。でこのアルゴリズムが入力をアクセプトするというのは、そのアルゴリズムを動かしてみたら最終的にアウトプットが1だったと、アクセプトだったと。でリジェクトというのはアウトプットが0だった、ね、リジェクトの状態だったということに約束しましょうと。そうするとアルゴリズムが計算する言語とアクセプトする言語というのはどういうのかといいますと、入力を入れてやると1が出るような入力を全て集める。先ほどの決定問題から言語に来たときと同じですよね。こういうものになります。で、もう一つありまして、決定する場合ですよね。アルゴリズムが認識する場合、このアクセプトじゃなくて認識するというのはどういうことかといいますと、アクセプト、入っているときにアクセプトして、入ってないときにはちゃんとリジェクトしますよと、ね。こちらの方は、リジェクトの方は何も言ってないんですが、アクセプトの方だけ言ってるというところは、ほんのちょっとだけ違うということになります。それで、アルゴリズムを走らせて時間 t ですね、 t of n と、この括弧は of という言い方をしますので t of n と読むんですけども、 t of n の時間で、アクセプトされるというのはどういうのかといいますと、まず a でアクセプトされるんですけれども、入力の長さが n の入力を持ってきた、長さが n の入力を持ってきたときに、その、X をアクセプトするまでの時間というのが高らか T of N だという場合ですよね。例えば T of N が N の2乗であれば、入力の長さが N だったら N の2乗ぐらいのステップ数で答えが出ますということですね。とそういう言い方をすると、ね、こっち側はアクセプトですね。こっち側は認識する。認識する場合には、入ってる場合も入ってない場合も両方合わせて、これだけの時間で終わりますよということになります。ここはちょっとだけ違うところですね。で、まあ、ちょっと式的に書くと、アクセプトというときにアクセプトの方だけを言っていて、認識するという場合にはアクセプトプラスリジェクトと、ね、両方のことを言っているので、ほんのちょっとだけずれがあります。まあ、これからの話は、あまりこの上の方の話ではなくて、下の方の、認識する場合、ね、あるいは決定する場合、こういうような話が主になっていますので、まあ、ここはあまり注目しなくても大丈夫です。さあそこでこれから重要な話ですね。要するに計算量というものが出てきます。で今回出てくる計算量はここにありますように、時間とそれからスペースという領域ですね。で時間というのはどういうのかといいますと、アルゴリズムがあったときに、入力 X がありました。で今長さを N としましょうと。そうしますと、これが T of N という時間で、ちゃんと答えが出ますと。つまり問題を解くことができる。イエスの時にも解けるし、ノーの時にも解けると、ね、いう場合ですね。
そういう場合に、このアルゴリズムはこの問題をこの時間で解くという言い方をするということですね。ですからこれからアルゴリズムがこの問題を例えば n の2乗時間で解きましたといったときには入力の長さが、入力の長さを n としたときにその n の2乗のステップまでの間に解けますと、ね、ということを表しているんだという。それと同じように今度はスペースの場合ですね。これはメモリーの量です。まあテープがこうありますから、最初の位置からこうヘッドがこう動いてこういって行ったり来たりこうして動いた時の一番たくさん使った量ですね。これを測ったら入力の長さ n に対して s of n ぐらいの領域で答えが出ると。その外側の方にはヘッドが行ってないので考えなくても、ヘッドが行った一番最大で使ったこのマスの数、これセルって言うんですけどセルの数。それをもって、メモリーの量としましょうというわけですね。もちろんそのヘッドが動くたびに例えば1を覚えておくというのは要するに1を書くということですよね。例えば0を覚えておくということは0を書くということですね。でそれをもう一遍こうヘッドが戻ってきて読み込んでまた書き直してまた行ってとかということを繰り返すと時間はかかりますけれどもメモリーはあんまり使わないことになりますよね。ところがメモリーをずっとたくさん使う場合にはヘッドがこうずっと動いていくということになります。今のことから分かるように、時間がある程度かかるとそれだけに見合うぐらいのスペースはどうしても確保しておかないとまずいということになります。つまりヘッドがずっと動き続けて戻ってこなかった場合というのは困りますよね。例えば100ステップかかったらやっぱりマスも 100個用意しておかなきゃいけない。ですから時間の方から、領域の方に、要するに時間が限られていれば、領域も限られているけど領域が限られていたからといって時間も限られるかというそうはいかない。例えばマス目を100個しか使わないんだけどこう行ったり来たり何億回するとしたら時間的にかかるということになります。ですからやっぱり違いがあると、ね、それを覚えておいてください。でそれを、タイムコンプレックスという、ね、時間計算量とそれから領域計算量という言い方をします。ですからこれだけの時間例えば T of N の時間かかったらタイムコンプレックスというのは T だと。それからこれだけこの S だけ時間がメモリー量がかかったらスペースコンプレックスというか、ね、領域計算量は S だという言い方をします。さあこれからテューリング機械の話なんですけども、まあ、忘れてはいけないのはアラン・テューリングですよね。この人が最初に1936年に書いた論文で、テューリングマシンのアイデアが出てきたということになります、ね、でこれが今の計算機 の、いわゆるそのブループループリントになっていると。これをもとにして今の計算機が発展してきたということになります。でチューリングマシンというのはどんな風になっているかといいますと、まあ、こんな感じですね。さっきとまあちょっと似てますけれども、ここの部分が、プログラムの部分が違ってくるというわけですね。今度は、現在の状態ですね。P という内部状態でシグマを読んでいると。ここまでは同じなんですけども、そこの先ですよね。このテープの中身を書き換えてもいい。それから、テープのヘッドの動きは右に行っても左に行っても、それから止まっていても構わないという形になります。例えば今の状態ですと、P とシグマになります。そうしますとプログラムにあるインストラクションはこれを Q と Tau とプラス1にしなさいということになります。とこれを実際にやってみると、どうなるかというと、見てわかるようにこんな感じですよね。ここの部分が、P から Q に変わってここの部分が書き換えられてシグマから Tau に変わってでこのヘッドの位置は右側にで、マイナス1であれば向こうが左側に行って、0だったらヘッドが変わらないということになります。で、これを繰り返すと、こんな感じですね。こうずーっと動いていくと。で、この一つの絵が、先ほど言ったコンフィギュレーションになります。チューリング機械のコンフィギュレーションになります。ね、一瞬を撮った。例えばヘッドがこう見てて、内部状態がこうなってるという。この絵全体のことをコンフィギュレーションというと、ね。で、このコンフィギュレーションが1ステップでどん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 こう変わって、この全体ですね、ここから始まってこうずっといって止まるまでこう最後止まりますけれども、この全体の流れのこの列のことを計算という形ですね。計算っていうのは様相の列である。一番最初のイニシャルなコンフィギュレーションからファイナルのコンフィギュレーションまで続いている列、ね、これが計算ということになっています。さあその中でもテープが1本だけしかないを、特にワンテープのチューリング機械という言い方をします、まあ、テープは2本あっても3本あっても、これから後の方の話ではテープをどんどん追加していきます。例えば関数を計算するときには
アウトプットのテープがあった方が便利です。要するに出力、例えば普通のコンピューターでいうと画面に答えを出すと、そう、画面っていうのは計算機とはまた別なもの、例えばプリンターに送るとプリンターはまた別な構成になっていて、そこでこう答えを印字すると、ね、という形になりますから、やっぱりその外側に出てくる部分っていうのはまた後から追加するということもあります。ところが、今考えているのはワンテープで考えましょうということになります。まあ、決定性の方と非決定性の方は先ほどと同じように、非決定性の方ですといくつか、行き先があってもいいので、ここがべき集合になって、つまり集合になってますから、こっちでもいいしこっちでもいいと、こういう動き方がたくさん枝分かれになって出てくるというところが違います。で、一応入力の時には最初にこうエンドマーカー入れておきます。まあ、ここから出発してここの終わりですよって言うんですけど、これも書き換えていいですと。メモリとしてたくさん使いたい時にはもう消して他のものにしてもらってもいいと。ただ出発点を覚えておきたかったらこれは残しておくと便利だと。そのヘッドがこう戻ってきてどこまで戻ってきていいか分かんない時は困りますから、どっかにマーカーをつけておくということもあります。ですからこれはまあ自由になってください。と、最初の状態だけ与えますから、あとはどんなことしてもいいですよという感じです。で、ヘッドの動きですよね。で、例えば今の状態が、例えばこう X に、テープの中にこういう文字が書かれていたと。で、この文字をそのままここにパウンドの記号をつけてそのままコピーをしたいと。だからヘッドってどのくらい動くんでしょうってちょっと考えてみてください。そうしますと、まずここにヘッド左からずっとこう行って、ここの終わったところにこうパウンド記号を書きますと、これだけ動きますよね。で、さらに今度はこのまたヘッドが戻っていて、この1をコピーしてずっとこっちまで来て、ここにまた書かなきゃいけないと。さあ、その次はどうするかって、今度またヘッドがこうずっと向こうに戻っていって、この2番目のところを読んでまた戻ってこなきゃいけない。これ何回も何回もこう繰り返さなきゃいけない。まあ、だん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 短くなります。まあ、正確に言うと短くならないです。こっち側が伸びてきますから、結局こっちに短いんですけど、こっち側に長くなるんで、結局同じ長さをずっとこう動いていかなきゃいけない。ということで、これ全部こういうふうにやっていくと、例えばここの入力長さが N であれば、N を N 回繰り返しますから、N×N で大体 N の2乗ぐらいかかると。ね、ということで、コピーっていうのは結構時間かかると。作業だということが分かる。こんなふうにやってヘッドの動きをシミュレーションしながら何ステップかかるかっていうのを計算する。これがタイムコンプレックスになります。さあ、それではどんどんいきましょう。で、チューリング機械っていうのはどんなふうに違うかっていいますと、まずワンテープの場合ですよね。で、これは、インプットとして、インプットのテープとして使います。で、中身を変えていいんでワークテープとしても使っています、ね、それからヘッドは右に行っても左に行っても、いいですし、ずっと伸びてますから好きなだけ使っていいと、ね、こっちに終わりがあるというわけじゃないと、だからいくらでも使っていいというわけです。まあ、もちろん時間制限があればその時間内、例えば円の2乗の時間で止まらなきゃいけないわけですから、あまり向こうの方に、ね、ヘッドが行くことはありませんけれども、基本的にはどのくらい使ってもいいですということになります。それから、エンドマーカーも、変えてもいいですよというわけですね。で、外側ですね、広がっている外側は全部ブランクの記号が書かれているんだと思ってください。さあ、それで、どんどんいきましょう。で、時間についてなんですけれども、一歩の場合には分かりやすいですね。ここから出発してここまでの時間を測ればいいんですけれども、非決定性の場合っていうのは困りますよね。こういっぱい枝があって、短いのもあれば長いのもあるというわけですね。で、このストロングなディフィニッションというのがありまして、これは、マイケルですか、ミシェルですか、この人が最初に考えたんですけれども、一番長いやつを取りましょう。アクセプトだろうとリジェクトだろうと一番長い、一番時間かかったところを取りましょう。これが時間だと、最悪の時間と、かかった時間というふうに考えましょうという考え方です。まあ、他に一番最初コンテクストテオリーが始まった頃の書き方の考え方はちょっと違ったんですけれども、まあ、これが一番分かりやすいというので、これにしましょう。で、これから考えます。1DTM というのは1テープディターミニスティックトゥリングマシンの省略形で、この N がつくとノンディターミニスティックのバージョンというので、この記号はこれから使っていく。要するにこれ全部長いのでこういうのを使いますので覚えておいてください。で、今度はクラスを作ります。1本のテープを使って決定性のトゥリングマシンで、しかもリニアタイム、要するに長さ、入力の長さ N に対して N に比例する長さ、例えば3倍の N とか、ね、10倍の N とか100倍の N とか、それぐらいの時間で答えが出るような問題を集めたのを 1DLin と。 Lin というのはリニアタイム、
ですね。D っていうのはディターミニスティックで、1っていうのは一本テープっていう、ね、テープが一本しかないっていうのを表しています。でそれの、非決定性バージョンは N、1N リンという形になります。ね、これもリニアタイムで出てくるということになります。ね、で先ほどのストロングな、計算ですから、一番長く時間かかったところで測ってリニアタイムということになります。さあ、それでその 1D リンだとか、1N リンというのは、どういうふうなパワーを持っているかというと、そのレギュラーランゲージですね、正規言語っていうのはこれあのワンウェイのメモリーのない書き換えができない、有名オートマトンで認識できたわけですから、もう当然あのチューリング回転できますと、ね、で非決定性はもっと強いんでもっとできますと言うんですけれども、実は面白いことが分かって、実はパワーがないんですよ。全部メモリーのない一方向の有限決定性オートマトンと全く同じぐらいのことしかできません。さらにもっと言うと、時間がリニアの時間だったからダメなんじゃないかと思って N×6N、 ここにあの小さな O っていう文字があるんですけど、これはあのリトル O ノーテーションっていう形で、ビッグ O ノーテーションとちょっと違うんですけれども、定数倍かけてもこれで抑えられるっていうんですけど、 N、 大体この N6N よりちょっと小さいぐらいの時間までかけていいと、まあ、N の2乗ってのはさっきやったようにコピーができるわけですよね。だからコピーができるんですよ、 N2 乗かかっちゃう。でも N6N ぐらいまでの時間はかけていい。これよりちょっと小さいぐらいね。これぐらいの時間何をやってもいいという計算でも実は有限オートマトンと同じですよ。というんで N の2乗かかるっていうのがものすごく効いてくるんです。これ以上かからないと本質的な計算はできません。あとは全部メモリーがなくてもできちゃうんですよ。書き直しなくても一方向でできちゃうんですよ。オートマトンでできます。これはものすごく強いので、まあ、いろんな人たちがずらーっとやってきてやっとこれが出た。これ非決定性にしても同じですか。全く同じになってしまうという形になります。さあ、それでどんどんいきましょう。今度は多項式の時間のアルゴリズムですね。多項式の時間っていうのはどういうのかっていうと、入力長さ N に対して N の定数乗、例えば N の2乗、N の3乗、N の4乗、N の100乗、N の365乗と、ね、何でもいいんですけど、ここが決まった数。N は変わります。入力長さが長くなったりしますからね。これの、時間で、ワーストケースですから、一番時間がかかるときの話ですね。これで測ったときに、このぐらい時間がかかるケースのことを、多項式時間のアルゴリズムという言い方をします。ね、じゃあ、どんな問題も多項式の時間で解けるのかというと、実は解けない問題が山のようになっています。ということですね。で、後であのフォルティングプログラムというのを説明しますけれども、この問題というのは、多項式の時間では解くことはできません。じゃあ指数の時間、2の N 乗ぐらいかければできるかというと、これでもできません。じゃあ2の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  N 乗ぐらい時間かければできるかというと、それもでもできません。つまり、どんなに時間かけても解けない問題になっています。つまり、アルゴリズムがないということです。そういう問題もたくさんあります。で、問題を解くという話です。アルゴリズム、まあ、アルゴリズムは先ほどちょっと言いましたけど、決定性のチューリング機械と同義だと思って使ってます。ですからアルゴリズムって聞いたら、DTM と、ディターミニスティックのチューリングマシンだと思ってますね。このアルゴリズムが問題をこの時間で解きますよっていう時には、このチューリング機械を走らせてやると、長さ N の入力に対して、この T of N の時間でちゃんと答えが出ます。アクセプトにしてもリジェクトにしても、これが後で、関数を計算する場合がありますけど、アウトプットをする各時間まで全部含めたトータルの時間でこの時間で収まりますということをこれから考えるということになります。ちょっとここに書いてありますように、決定性の問題について多項式の時間に解けるというのはちゃんとアルゴリズムがあって、この N の形状ですね、多項式の時間で必ずイエスかノーか両方答えが出るということに、そういう問題の全体ということになります。であの非決定性の時には先ほどこう絵がありましたけれども、アクセプトの道が1本でもあれば全体をアクセプトとします。で1本でもなければリジェクトというふうに約束すると、これが非決定性の約束ということになりますので注意しておいてください。でこの非決定性以外の話っていうのもこれからどん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 出てきますので、まず頭に入れておいてほしいと思いますね。さあそこで、コンプライアンスステートですね。で、
多項式っていうときには先ほど言いましたように N の定数上ですね、ここで計算ができるというわけです。この時の推移っていうのはなるべく少ない方がいいんですけれども、100でも200でも600でも1億でも1京でも定数でやればいいという縛りですから、実際はものすごい大きな数になっている場合もあります。ですから現実的かっていうとちょっと違う、まあ、本当に現実的な計算っていうのはだいたい N の2乗ぐらいのものなんですけどね、3乗とか4乗になると計算機でもものすごく時間がかかってしまいます。でこの多項式の時間でちゃんと答えが出る決定問題のことを P と書きましょうと、の全体ですよね。で非決定性のチューリング機械を使って多項式時間で計算ができる決定問題の全体を NP ですから、これは集合の集合ですからプラスになるということですね。でそれの、コンプリメントを集めてです、これを高 NP と、ですから P と NP と高 NP というものが定義できましたということになります。で、まあ、この辺の話のは、来週、2週目にもっと細かな話を、しますので楽しみにしてください。さあそこで今度は非決定性の動きを拡張しましょうというわけです。で非決定性というのはどういうのかというと、こう枝分かれが何本していて、その中で1本でも正しければいいわけですよね。ということはこれ何かというと、ある意味存在するというわけです。この中に1本でも正しい赤があればいいと。じゃあそれを拡張として、それのコンプリメントは何かというと、1本でもいい、1本少なくとも1本のコンプリメントは何かというと全部。つまり1本でも少なくとも1本正しいのもあると、それのコンプリメントは全てです。全てで成り立ってないといけない、ね、でその先にまた今度は存在があって1本でもあればいいと、その先にまた全部だというように、この、少なくとも1本という非決定性と、それから全てというこのユニバーサルですねというのを交互に繰り返していくという計算が、オータネーティングオータネイティングファイナリティということになります。これはオートマトンの拡張ですから、メモリーテープがないということですね。書き込みができない。ただ読んでいくだけということです。ただし、こういうような動き方をするということになります。でこれ考えているんですよね。イグゼ内部状態が分かれているんですね。この Q のエグジステンシャルが Q の存在って書いたようなところの値に入ったら、それは存在だと思いましょう。でこっち側のステート、このユニバーサルのステートに入ったら、これ全てだと思って考えましょうというふうに約束しておきます。ですから、どっちに入るかによって、何本正しいのがあるかっていうのを調べて。で、見てもらうと分かるんですけど、ここはうまくいってないんですね。これ全てじゃないと赤いのが1本来ないはずなのに、ここはうまくいってないんで、こういうの計算ではダメですよ。これですから、これはうまくいってません。それ以外に、こっちからもいいんですね。全てでいって、それが正しいと。でさらにここに来てるから全てが正しいっていうふうにやって上がっていくやつは大丈夫という形です。でもうちょっと言うとこんな感じですね。アクセプトの時はこんな感じで、リジェクトの時はこんな感じになってます。ここで見てもらうと分かるように、ここのところは先ほどと同じようにうまく言ってますので、これがアクセプティングコンサブチリート。でこういうものが1本でもあればアクセプトとしましょうと、こういうのが1本でもない場合にはリジェクトとしましょうというのが、このオータネイティングのマシーンの定義と。でこの、ここの部分だけ見てもらうと、これ今までやってきた非決定性と同じですよね。赤が1本でもあればいいと言われます。ただその先にこう全てがあって、1本でもあればいい、全てがあってっていうのがこうどん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 こう並んでいくと、ね。そういうのをオータネイティングの機械と。じゃあこれをチューリング機械にして書き込みまでできますよとしたものが、このようにありますように ATM ですね。オータネイティングチューリングマシンと呼ばれるものに。で、このエイタイムスペースとこう書いてありますけども、この、オータネ、A っていうのはオータネイティングですね。オータネイティングをしながらタイムとスペースを制限した、コンプレクシティクラスを考えましょうと。で最初の方が T of N と、これは時間です。時間はこれだけのステップかけていいですよと。で最後の方の S の方ですけど、これはメモリーの量ですね。メモリーの量はこれだけかけてもいいですよと。そうやって計算する、計算ができるような決定問題を集めたものがこれということになります。ですからこの T と S をいろいろと変えてやると、いろんな計算量のクラスが手に入りますということです。で特に制限がないと、どのくらい時間をかけてもいいという時にはこのアスタリスクを書いたり、どのくらい メモリーを使ってもいいという時にはこういうのを書いたりしましょうということです。さあそうしますと、今まで知られているそのチャンドラ・コーゼン・ストークメイヤーという人が最初にオータネーティングの機械を定義したんですね。まあ、1981年ですから、ちょ
だいぶ昔になりますけれども、で面白いことにはこのオータミーティングの機械を時間は無制限、ただし、使っていいメモリーとしては 6N、 要するに入力の長さの 6N ぐらい、ものすごく小さいですよね。例えば、100だったら、6100だと、まあ、手をに、何で取ればいいんですか、10で取れば2になっちゃうと、ね、という感じで、ものすごく小さい。とこのコンプレクシティクラスは実はピッと同じくなります。これは時間がポリノーミアルで抑えられるクラスですね。じゃあここのところログをポリに変えたらどうなるかというと、これは指数時間、ここにあってますね、エクスポネンシャルタイム2 の、 多項式上の時間で計算できるようなクラスになります。ところが今度は逆にね、時間の方をポリにしてメモリーをどのくらい使ってもいいですよっていうふうな形にすると P スペースというものができます。でこれは、ウィークの3でまた細かく、定義をして、話をしますので覚えていただければいいということになります。さあ最後に、最後からもう一つかな、関数の話になります。さあそこで、まず今までやってきたのは決定性の問題ですね。決定問題ですね。まあこれは言語と同じだと思って考えて、イエスかノーかを出すもの、あるいは入ってるか入ってないか、アクセプトかリジェクトかという形でやってましたけれども、ファンクション、関数を考える。で関数っていうのは要するに探索問題ですね。キーワードサーチみたいな問題だったり、最適化問題。これをこの条件を満足する一番いい答えは何ですかっていうのを求めたりする。それからあとカウンティングですね。この条件を満たす解は何個ありますかというところって数えていって、最後に10個あるとかね、12個あるっていうような答えを。こういうものっていうのは結局イエスノーでは書けないような問題ですね。こういうのはみんな関数を表すものになっている。じゃあこういう問題を解くためにはどうしたらいいかということを考えます。そうしますと通常このアウトプットのテープというのを用意しておきます。でこちらは先ほどの入力あるいはワークテープですね。書いたり書き込み自由で何をしてもいいんだけれども、アウトプット例えばスクリーンだったりプリンターだったりっていうのがこういうふうになって、そこには一方向につまり書いたらもう消せないと。例えば画面があって皆さん例えば関数を計算してコンピューターにプログラムを書いて、コンピューターがこう例えば10001とか言って、間違えたって言って消してまた書き直すなってことになったら困るよね。やっぱり答えってのは決まってこうどんどん出てってほしいんで、やっぱりここも一方向消すことはできなくて書いたらそのままで、ここにちゃんとこの f of x の値を書くと、ね、そういうような計算を考えましょうというわけです。ですからこれがライトオンね、本当は書き込みだけと。でヘッドもこっち側に戻ることはできませんよと。こっち側はもう自由に動いていいですよというわけです。で、関数を計算するときも同じようにですね、計算機がありましたら、それが関数 f をちゃんとこれだけの時間で計算できるっていうのはどういうことかって言いますと、書き込みの時間も全部含めたトータルの時間で考えるとき、長さが n の入力に対してちょうどこれだけの時間で止まると、書いて止まるということ、そういう時に、計算機 M は F を、時間 T of N で計算しますという言い方をします。じゃあこの時間がたまたま多項式だった場合、N の形状だった時には多項式の時間で計算できますよという言い方をします。ですからある関数が多項式の時間で計算できるという時には、きちっとした、プログラムあるいはアルゴリズムがあって、これだけの時間かけるとちゃんと答えが出ますということになります。じゃあファンクションクラスにはどういうものがあるかといいますと、 FP というのがあります。この F というのはファンクションの F で、 P というのはポリノーミアルですね。ですから先ほど言った P というのと、の関数バージョンですね、ポリノーミアルの単位でちゃんと計算する機械がありまして、入力を X を入れてやるとちゃんとアウトプットが F of X というのがちゃんと出てきますよということになります。じゃあその先ほどの決定性の問題、決定問題とどう関係があるかというと、ここでキャラクテリスティックファンクション、特性関数というのを入れます。これは、言語 A に対して、A に、X が A に入ってたら1をアウトプットして、入ってなかったら0。つまり、イエスノーと同じアウトプットするやつですよね。こういう関数を考えてやると、A という決定問題が P に入ってるということは、これを関数化したやつがちゃんと多項式の時間で解くことができる。つまり、アウトプットテープに1とか0とか1ビット書くと、ね。そういうものと全く同じだということになります。
ですから頭の中ではどっちを考えていてもいい、つまりアウトプットテープがあるような計算機を考えていてもいいということになります。で、特にその1テープしかない場合、つまりさっきのようなアウトプットテープがない場合っていうのもあります。1テープしかないんです。その時にはどう考えたらいいかというと、ここにありますように入力がありますと。で、入力はいろいろと書き換えていって、最後に答えだけをきれいに書き直すと。いいかな。1本しかテープがないんで、最後に全部答えを書いて、残りは消して、それをアウトプットと。止まった時にアウトプットと読みましょうと。ね、というふうに考えます。さあ、そういうふうにやって出来上がったのが、クラス 1F リンと。D リンっていうのがありましたけど、それをファンクションにしたものになります。これは1テープの計算機で、先ほど言いましたように、同じテープに答えを書いて止まるという関数になります。でそれを 1F リンと書きましょうと。で D リン 1D リンと同じようにリニアの長さですね、長さ入力長さ N に対して N に比例する時間で計算するということになります。例えば、X があったらそれに対してその X のところにあるこのパウンドの記号を見て、最初にあるブロックは飛ばして2番目にあるブロックをアウトプットしてくださいというやつですね。最初こう読み飛ばしていて、その後にあるやつをそのままアウトプットとして、あとを全部消してしまいましょう。そうすると、出てくる、こんなような関数になっているということになります。でじゃあリバーシブファンクションっていうのが最後にありますけども、これはどういうのかっていいますと、時間制限がないと、いつか止まればいいと。例えば100時間だとも1兆年だとか、どのくらい時間かかってもいいけど止まればいいと、そういうようなケースですよ。そういうものをリカーシブファンクションという言い方をします。あるいはコンピューターブルなファンクション、計算可能な関数という言い方をします。もっと正確に言うと、アルゴリズム、あるいは決定性のチューリング機械がありまして、 X を入力してやるとこの F of X の値はいつか必ずテープに書いて止まります。これはアウトプットテープがあるという、アウトプットテープが別にあるときの話なんですけども、そうです。じゃあ言語がリカーシブ、あるいは計算可能、コンピュータブルっていうのは、その先ほど言ったキャラクタリスティックの関数ですね。アウトプットが0か1になっている関数ですけど、この関数がリカーシブになっているということになります。以上最後ですけれども、このホールディングプログラムっていうのを持ってみてみましょう。これは、ワンテープの決定性のチューリング機械が与えられます。それから入力も与えられます。で質問はどういう質問か、イエスかノーかの質問なんですけど、この M に X を入れてやると止まりますか、イエスかノーかっていう問題です。こういう決定問題ですけど、この決定問題は実は解けないです。どんなプログラムを見ても、どんなチューリング機械を持ってきても解けません。でどうして解けないかっていうと、あんまり説明なんですけれども、4は要するにこれは配合を使います。もしできたとしたら矛盾が出るというわけですね。で実はこれっていうのは昔ある有名な、パラドックスですね。このエピメニデスっていう人が言った、この人はクレタ人なんですけれども、最後にどういうことを言ったかというと、全てのクレタ人はみんな嘘つきだと言ったと。でこの人もクレタ人なんですよ、言った人も。さあクレタ人は本当に嘘つきなんです。嘘つきだとすると矛盾があるし、嘘つきでないとしても矛盾が出ると。こういうのをセルフレフランスと言って、自分自身のことを言ってしまうと、こういう矛盾が起こるということを数学的に表現すると、実はこれがちょっと証明できますということになっています。ということで、この問題はアルゴリズムがあるとしたら矛盾が出るということになって解けませんということになります。ということで、第1週目の授業はこれで終わりと。ということになりますので、プリントアウトしたやつをウェブページに上げてありますので、そちらを見てもう一遍復習をしておいてください。で次週からは、プリントアウトを見ながら、進められるように、用意をしてきてください。ということで終わります。ご苦労様。